罠を見抜け、冬君七つの秘密。結婚を控える記者ヤクモ。私たちこれからもっともっと幸せになります。先日取材を申し込んだライターのヤクモです。彼がスクープを狙うのは猟奇殺人事件の容疑者木原坂。いい写真よ。自分の力を試してみたいんです。どういうこと？危ない仕事？しかしあなたはまだ本当の自分に気がついていない。愛するユリコに危険が迫る。ユリコ今すぐ返してください。彼女は自ら望んでここにいる。それは仕掛けられた罠の始まりに過ぎなかった。木原坂は写真を撮り続け、その写真が存在する。気を失うまでシャッターを切り続けたそうで。あるんだよ。だったら私をできなさい。お前に何が分かる。あの男は狂ってる。ヤクモくん、ユリカ。去年の冬、君と別れ。